ウクライナ軍、真冬のロシア軍の神風ドローン迎撃に向けて、移動式ドローン迎撃部隊が集結して訓練実施。天候不良、道路のコンディション不良、視界不良の本格的な冬でも、神風ドローン迎撃は必須。2023年11月に、ウクライナ軍の様々な部隊に属する移動式ドローン迎撃部隊が、ウクライナ北部で訓練を実施した。昼間と夜間にそれぞれでロシア軍の神風ドローンによる奇襲の迎撃に備えた訓練を実施し、ショート動画や写真も公開されている。ゼレンスキー大統領は2023年11月初旬にも自身の公式 SNS で、これからもっと移動式ドローン迎撃部隊を強化することを宣言していた。ウクライナ軍では防空部隊と移動式ドローン迎撃部隊をもっと強化していきます。冬が近づくにつれて、ロシア軍はもっとドローンで攻撃を仕掛けてくるでしょう。絶対にウクライナ軍は負けませんと強調していた。2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻。2022年10月からロシア軍はミサイルとイラン政府が提供した標的に向かって突っ込んでいき爆発する、いわゆる神風ドローンのシャハド136、シャハド131で首都キーウを攻撃して、国際人道法の軍事目標主義を無視して軍事施設ではない民間の建物に攻撃を行っている。一般市民の犠牲者も出ている。ほぼ毎日立て続けにロシア軍はイラン製軍事ドローンシャハド136とシャハド131を大量に投入してウクライナ全土に攻撃を行っている。2023年11月になってもシャハドでの攻撃は全く収まっていないどころか、日々激しい攻撃を仕掛けてきている。ウクライナ軍はロシア軍のイラン製軍事ドローンを迎撃するために専用車、移動式ドローン迎撃車を開発して、アラート警報が鳴ると標的付近まで専用車で向かっていき、車やバンの後方部に設置している機関銃や地対空ミサイルで迎撃して破壊する移動式ドローン迎撃部隊も2022年後半に作った。今回の訓練でも多種多様な車やバンなどに様々な種類の機関銃や地対空ミサイルを搭載した移動式ドローン迎撃車が集結して訓練を実施していた。夜間訓練ではサーチライトで上空を照らして上空のドローンを目視しやすくして迎撃する訓練も実施していた。ロシア軍はイラン製軍事ドローンシャハドやロシア製の軍事ドローンで深夜や早朝に奇襲を多く行っている。深夜や早朝の方が暗くて見えにくいことと、迎撃する兵士の脳も昼間ほど働いてはいない。また民間施設への攻撃は深夜や早朝の一般市民が寝ている時の方が心理的なダメージも大きい。そのような深夜や早朝でもアラートが鳴ると移動式ドローン迎撃部隊らは駆けつけて迎撃している。深夜や早朝だけでなく、大雨や大雪など視界の悪い天候の日の迎撃も大変である。移動式ドローン迎撃車では後部に設置された地対空ミサイルやライフル銃で迎撃しているが、迎撃している兵士らも軍事ドローンの標的にされてしまうので命がけである。これから本格的な冬が近づくにつれて、ロシア軍は軍事ドローンシャハドでもっと奇襲を仕掛けてくるだろう。冬の寒くて雪や雨が降るような時期は移動式ドローン迎撃車にとって道も雪で埋もれて、移動してすぐに攻撃ポイントまで駆けつけていくのも春や夏に比べると非常に困難である。また冬は寒くて昼間でも視界も不良なので、上空のドローンを迎撃するのは春や夏に比べると困難である。移動式ドローン迎撃車はすでに実戦で多くのロシア軍のドローンを迎撃して破壊している。訓練を実施した日は朝も夜も快晴だったが、移動式ドローン迎撃車操縦の訓練を再度きちんとやって本格的な冬を迎える。毎日毎晩のようにロシア軍のドローンでの攻撃は続くので、訓練で学んだことは実戦ですぐに活かせる。冬だからといってロシア軍のドローンでの攻撃は収まらない。昨年もクリスマスシーズン、年末年始もロシア軍の攻撃ドローンの奇襲で多くの被害を受けていた。ドローンでの攻撃は迎撃よりも攻撃する方が優位である。
移動式ドローン迎撃部隊の強化は本格的な冬に向けてますます重要になる。ウクライナ南部で停電、ロシア軍がエネルギー施設を破壊。ゼレンスキー氏、冬に向け攻撃はより強力に。ウクライナ空軍は19日、ロシア軍がキーウや中部ポルタワ州などを無人機20機で攻撃したのに対し、15機を迎撃したと発表した。ロイター通信によると、中部チェルカーシ州で数件の住宅が損壊した。キーウなどへの無人機攻撃は2日連続となった。前日の18日未明の攻撃では、南部オデーサ州のエネルギー関連施設が被害を受け、1人が負傷したほか、同州や南部ザポリージャ州などで停電が発生した。ボロデミル・ゼレンスキー大統領は同日のビデオ演説で、冬が近づくにつれ、ロシアの攻撃はより強力になるだろうと警戒を呼びかけた。一方、タス通信の19日の報道によると、ロシア国防省は、ウクライナが発射したミサイル2発と無人機31機を迎撃したと主張した。不発になった韓中首脳会談、両国対話チャンネル点検の契機するべき。ユン・ソクヨル大統領が今年最後の多国間外交部隊であるアジア太平洋経済協力 APEC 首脳会議を終えて一昨日帰国した。ユン大統領は15日から2泊3日米国サンフランシスコの APEC 首脳会議で気候危機やサプライチェーン、供給網などグローバル複合危機の中で韓国の役割拡大と国際協調を要請した。特に今回の会議に出席した韓日米首脳は8月キャンプデービッド会談以降3ヶ月ぶりに会って改めて結束を固めた。ユン大統領は初めて出席した APEC サミットを契機に韓日米協力や国際舞台で韓国の地位を強化する外交的成果を見せた。今年7回目の韓日首脳会談と合わせて岸田文雄首相とは3日間会い、韓日関係復元ペースもアピールした。このような成果にもかかわらず、韓国政府が終盤まで注力していた韓中首脳会談が不発で終わったのは残念だ。ユン大統領と習近平国家主席は会議場で約3分間挨拶を交わしたが、別途の対話時間は持たなかった。国際社会では全ての国家が自国の利害という物差しで相手に接するはずだ。習主席がユン大統領との首脳会談に応じなかった理由は、具体的には確認されていない。習主席が中国高位指導者イベントに出席し、起業家とも会ったので、時間不足の問題だけではないようだ。ひょっとしたら、韓日米協力に焦点を置いている韓国に、何かしら負の感情を持っているのではないかという分析も出ている。だが習主席が今回ユン大統領だけを外してバイデン大統領、特に岸田首相とは会ったという点で、このような理由は説得力に欠ける。中国は韓国の最大貿易相手国だ。同時に韓半島、朝鮮半島の軍事的緊張を高めている北朝鮮に影響力を行使できるバックでもある。韓国にとって中国は経済的にも安全保障的にも切っても切れない関係だ。今回の会議で韓中首脳会談が決裂したからといって疎遠な関係を今度も続けていくことはできない存在だ。中国も葛藤している米国と最も近い韓国とただ距離を置くばかりもできないはずだ。ちょうど26日の韓日中外相会議開催を最終調整しているところだ。韓国が議長国の韓日中首脳会議の開催を議論する席だ。韓国政府は先週、韓中首脳会談の不発要因を再点検して、今後中国指導部の積極的な参加と疎通が行われる雰囲気づくりに邁進するよう望む。習主席の訪韓が難しいのなら、韓日中会議を契機に会う首脳外交はもちろん、両国の経済協力と北朝鮮非核化、脱北者送還などの懸案を議論できる外交の空間を作らなければならない。さらに企業など幅広い民間対話のチャンネルを確保する努力にもつながらなければならない。人が通らない道は結局消えてしまうものだ。
ウクライナ大統領、軍医療トップ解任。ウクライナのゼレンスキー大統領は19日、軍に作戦の迅速な変更を求めるとともに、軍医療部門の責任者、オスタシチェンコ司令官を解任した。ゼレンスキー氏は定例の動画会見で、本日、ウメロフ国防相と会談し、最優先事項を定めた。結果を出すために残された時間は少ない。来るべき変革のためには迅速な行動が必要だと述べた。オスタシチェンコ氏の解任については、兵士に対して根本的に新しいレベルの医療支援が必要だと説明した。止血帯やデジタル化、コミュニケーションといった分野での改善が課題に含まれているという。ウメロフ氏は通信アプリテレグラムでこうした変更を認め、デジタル化、戦術的な医療、兵員のローテーションが最優先課題だとした。